はい、どうもこんにちは、ピアソンのんです。今回は中国版ではすでに出ている国脈無常についてやっていきたいと思います。最初はうち一人で解説するんですけど、2試合分のランダムマッチもあるので、そちらの方はユイと2人で実況してます。よかったら最後まで見ていってください。それでは早速やってみましょう。はい、それではまずは存在感がゼロの状態ですでに解放されているスキルです。で、スキルを発動すると白黒が入れ替わって前に瞬間移動します。長押しで距離が決められてて、長く押せば押すほど前に行くって感じです。今はこっから限界までの距離をやっていきます。で、まあ、やってみたところ、中央の境界の中までって感じでした。で、次に存在感が2溜まった状態で瞬間移動してみます。移動するまでの時間が短縮されて、より遠くにね、瞬間移動できるようになります。で、やってみた感じだと中央の境界中を超えるぐらいの距離にまで行けることが分かりました。存在感1溜まった状態の白モードのスキルがサバイバルの魂を抜くことができます。ただその間はそれ以外のスキルは発動できなくなります。で、一つ目に魂を抜かれると椅子に座ってる味方を助けなくできなくなります。それがサバイバーです。で、二つ目に白無常の幻覚を見ることになります。ただそのモードも同時に複数のサバイバーの魂を抜くことはできないです。20秒間に1回使います。存在感が1溜まった黒モードです。自分の向いてる放射線上にスキルを発動できます。放射線上内にいるサバイバーに調整を発生させて、その調整を2回失敗すると操作方向が逆になったりしてサバイバーをね、混乱させることができます。で、これは15秒間に1回使えます。で、存在感が2溜まった白モードです。魂を一瞬で抜くことができるようになります。パーって円が広がって、その範囲におるサバイバーはみんな一気に抜かれちゃいます。あ、みんなっていうか一人だけなんやけど。で、その代わり移動速度が速くはなくなります。空飛んでるやつはできなくなります。で、存在感が2溜まった黒モードです。スキル発動範囲が放射線上から円形になります。黒モード、白モードは、まあ、それぞれモードをチェンジした時にすぐにスキルが発動するようになるので、放射線上のスキルもすぐ使えるので、よりサバイバーをね、混乱させやすくなります。で、黒モードは移動速度が遅くて攻撃に特化してます。通常よりもスタン時間が短いので攻撃速度が速いです。で、白モードは移動速度が速くて索敵に特化してます。通常よりもスタン時間が長くて攻撃速度が遅いです。まあ、あとは射程が長くなります。まあ、まとめると黒モードはチェイス中に使うべきなんかなって感じで、白モードはキャンプ中など、サバイバーが味方を助けに来るっていう状況の時に使えるモードかなって感じです。それでは1戦目やっていきたいと思います。で、本当は2人で実況しとったんやけど、ちょっとね、機械の調子がおかしくって急遽うち1人でまた撮り直してます。すいません。でも2戦目は本当にユイトの撮れたやつが大丈夫やったんで、そちらの方もよかったら見てください。で、なんか最初なんでサバイバーおるとこわかったんって言ったら、リスポーンする場所によってどこにサバイバーがおるかっていうのがなんとなくもう理解できとるらしくって、ユイはそこに飛んだらしいです。なけん、これはユイ視点のユイが撮った動画なので、うちは完全にもう後付けっていうことです。完全に後付けです。で、今操作をね、ちょっと混乱させるやつをやりました。で、庭師を一撃当てれたんやけど、マジシャンがその泥棒助けてしまったけん、どこに行ったんかなって今探し中です。で、ほんなら足跡を見つけたけん、そのままね、泥棒を追いたかったんやけど泥棒おらなさそうやけん、マジシャンをね、このまま追いかけたいと思います。で、今のはちょっと範囲が足りんかって当たらんかったんやけど、このままね、スキル使われて逃げられてしまったらしい。
でここでマジシャンを捕まえたいと思ったけど操作ちょっとおかしくなっとって、でここで恐怖の一撃がね狙えたらしいですで今ね耳鳴りしてないけん多分誰も助けには近くにおらんのかね。でこの状態で揺れとるのを今ちょっと確認して、でほんならあそこが揺れとるね、真ん中のとこが、けんそこまでちょっと瞬間移動をねしたいと思います。ほんならもうちょっと逃げられとって、そっから窓からね逃げられたけん急いでね戻って、その時に急行しとったらね、移動速度速くなるけん全然追いつけるっていう感じで、まあ、やけんねキャンプ戦でも瞬間移動使った後にこの球根を使えれば結構その戻ってこれるスピードも速いけん、ほんとやっぱ策的には向いとるスキルやなと思います。でここでぐるぐるされる間に心眼きとって、でこのちょっと球根間に合わんくってマジシャンをねとりあえずやりました。で球根中は殴ることもできんけん、それがちょっとねやるタイミング考えんとなって感じです。でも本当に球根に成功したらね味方を椅子から助けれんっていうのは結構大きいかなと思います。であそこ揺れとるけんあそこまで行けます。で揺れとるのもねやっぱ建物を壁にしたら結構ね揺れ具合もわかると思うけん、で庭師をやって椅子にね座らせに行くって感じで、で泥棒とあと心眼がおるけんこれでねちょっと揺れを確認して、あそこめっちゃ揺れとるけんやっぱそこに行って、で墓裏にもね一人おる、あ心眼がおるやね墓裏に、で泥棒をとりあえずで恐怖狙いたかったけど恐怖はさすがにね出会ったと思ったら最悪の一撃やったけんラッキーって感じで、地下もここあるけんねここの地下に連れて行って、で心眼が墓裏やったけん庭師のことギリギリ助けれるかなって感じです。でこの地下からね飛べるんかなっていうことで、ならなんか多分飛べたんかな、これは行き過ぎたって言っとった一応ねちょっと使ったことないけん分からんねえけど、でこれ今操作混乱になったけんちょっとねわちゃわちゃしとったよね庭師で、庭師はもう飛ぶし泥棒もね多分飛ぶけん、あと心眼だけかな、どこに逃げたんやろ心眼、通ったね、そこピューって通ってって追っかけようとして惜しかったよねちょっと、でこのまま逃げられよるけんこれハッチ行きよるね多分、ここでねやりたいんやけどちょっとね逃してしまって、でなんか謎に最後にね神出鬼没ででもまあ一発当てれただけだったら逃げられた、まあこんな感じでした。2戦目はねゆいも一緒に撮ってるので2戦目までやっていきましょう。はい、2戦目やっていきましょう。病院です、やっていきましょう。うん、でまあこの位置にスポーンしたから、まあ小屋には多分サバイバーいるので、まあ、この一発目の瞬間移動で絶対にサバイバーの近くの海賊に飛ぶことが大事だと思います。いるかな、あ、いるね、サイズか、あ、おっとこの小屋でも多分飛んですぐ反応されても、うん、窓越える前に一撃与えれそうやね。そうやね、であとは、うん、クロス のこの運転の使い分けは基本的にチェイスはオラクロの方がいいんじゃないかなと思ってます。まあ攻撃スピードの振りも速いし板割るのがめちゃくちゃ速くて、今深いを重ねるけど多分ドンテンダよりも速いと思う。へ、そう、
でも白を使うタイミングは誰かを椅子に座らせた時とかに、まあ、足が速いから空軍が来る前に早めに索敵をして、まあ、最悪の狙いをするなり、あとはなんだろう、魂ね、うん、そうそうそう、救助服のこいつやりたいんだけど、こいつやっても空軍来てるじゃん。そうやね、吸えないからさ、うん、どうしよう。なんかめっちゃ来てない。ドラゴンボール、ドラゴンもいる、みんなおる、みんなおる。ナイスナイス。これ捕まえたらやられちゃうな。よあくそ、これ当たり判定が変なとこに行ってるわ。オッケー、でそこの板倒させたから、まあまあまあ大丈夫でしょう。オッケーオッケーオッケー。め大集合してるよ、大集合、大集合、大集合。恐怖当たったわ。おいおいおい、さすがに、まあ、病院は偏りやすいっちゃ偏りやすいけど、これは偏りすぎやろ。みんな集まってきたわ。これはまあよろしくないよ。これを捕まえた状態でよいしょ、やりたい、オッケーオッケーオッケー。え、マジ。これちょっと黒になっとこうかな。これ1試合目も2試合目もさ、進出希望その使うタイミングないんだけど。よっ、あそこでも泥棒当たるんだ。え、すごい。で、よいしょ、ナイス。オッケーオッケーオッケー。ここら辺で使っとく、進出希望する。まあそうやね、よいしょ。意味あったんか、マジで。え、し、終わり？え、終わり？え？投稿したら終わり？終わりやね。誰も気づかせてない。終わったまあまあ、こんな感じでうまいこと瞬間移動と白の魂球根を使いこなせたらいい感じじゃないでしょうか。よかったら参考にしてください。参考にしてみてください。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あとツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。